よいよやってまいりました。やくも自慢の美味しいたらこをですね、今日は紹介したいと思います。じゃあ早速全部案内してもらっていいですか？わかりました。はい、では行ってきます。ここから工場の中入るんですね。去年の11月にですね、はい、北海道ホセップ棚を取得しまして、そうなんですか。しっかりした管理体制のもとたらこを作っております。なるほど。いやー、全部広い工場ですね。ここは何をしている工場ですか？ここはですね、はい、まず原料がこの機械で解凍になります。これで解凍。はい、で解凍したものをこの一定の温度を保って12時間漬け込むんです、はいはい、この12時間というのはまた美味しいたらこを作るために大事な時間なんですね、はい、専務、ここではどういった作業をしてるんですか？はい、きれいにたらこの形を整えて、はい、成形をしているところなんです。なるほど。じゃあ皆さんの一つ一つ愛情を込めたこの手作業があるからこそ美味しい自慢の長谷川水産のたらこになるわけですね。はい、専務、これが先ほど選別したものが箱詰めになったものなんですか？そうです。これはですね、はい、色が良くて、うん、形も良くて、うん、しかも中の粒子が、はい、粒々がしっかりしているものだけを厳選して、はい、より抜きのたらこなんです。この特特一中って言うんですか？はい、はい、これがそのたらこの中でも最上級という印のシールとなってるわけですね、はい、ではちょっとここで私例のものをよろしく。やっぱり全部たらこといえば白いご飯じゃないですか。やっぱり皆さんに美味しいたらこを伝えるためにはこういう食べ方をよろしいですか？はい。いやー、全部粒が大きいですね。ではせっかくなので私一番美味しいところをいただいちゃいますね。モリリン、ごめんよ。いただきます。もう口の中でプッチプチ。このままでもいけた。うん、うまっ。皆様お待たせいたしました。泣く子も黙るおねだり笑みの登場でございますよ。ということで、まずは皆さんおさらいをしたいと思いますが、今回私が紹介させていただきますこの特特一中、ね、長谷川水産の特特一中というたらこなんですが、まあ、デパートとかで通常売られているのはこの2キロ詰めおいくらぐらいでしょうか？はい、1万円で販売しております。やっぱり特特一中ですからね、1万円は当たり前だと思います。がしかし1万円というのはちょっとあれなので、もうちょっとなんとか考えていただけないでしょうか？はい、それでは9000円で。9000円。この2キロ詰めの美味しいたらこちゃんが通常1万円のところを今回エミスマイルで9000円になりました。ということですが、まあ、沖縄ということはですね、まあ、クール便だと、まあ、大体1500、600円は送料かかるんですね。それ9000からの8500円でなんとかお狙いできないでしょうか？しょうがないですね。いいですか？はい、8500円。やった、まず8500円。あれ、ちなみにあれですね、ここは工場から、まあ、私たち出てきまして、いろいろとここでは、まあ、氷とかもね、はい、まあ、されてます。いろんな商品がありますけども、あれ、こんなところに長谷川水産総八ガレ専務焼きたらこあるじゃないですか。総八ガレが1000円、そしてこちらの焼きたらこが2000円、合わせて3000円ですよね。これをつけてなんとか8500円でお願いします。それは無理でしょうって言われると思いました。じゃあここでじゃんけん対決ということでお願いできますか？わかりました。いいですか？はい、実はですね、先月じゃんけん大会で勝ったんです。今1勝0敗です。では今月はどうなるのでしょうか？ではいきますよ、応援してくださいよ。ではいきましょう、はい、最初はグーですよ、はい、いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。やったー。
そして長谷川水産の今が旬総八ガレ焼くとですね、もう脂がジュワッとしていて美味しいんです。はい、そしてもう一つ、私が工場で食べられなかった長谷川水産の焼きたらこ、こちらをすべてセットで8,500円、でも送料は別となっています。専務ありがとうございます。長谷川水産の特特一中最上級のたらこ2キロ、それに北海道でも焼きたらこは空港でも買えない一品ですよ。ソワチというのはですね、今が北海道で旬、厚みのある大ぶりなカレー2枚付きです。ドゥドゥドゥのホームページならクレジットカード、コンビニ支払いも OK ですよ。もちろんフリーダイヤル 0120-944-966、 電話は放送終了後本日午後6時までお受けいたしますよ。それ以外はですね、ぜひドゥドゥドゥのホームページでご注文お待ちしてます。限定数は300です。300、早い者勝ちですよ。